h い、e ブ e r ン、デ n e This is t k 1969年7月20日、NASA の宇宙飛行士、ニール・アームストロング。彼は月面に降り立ちました。まあ、これは宇宙発開発における新しい時代の幕開けとなったんですけれども、その後、1972年まで有人飛行が続けられました。有人飛行っていうのは人を乗せて、その月に降り立ったり、そういったことですね。1969年から1972年までそれは行われていました。 そして1973年になると NASA は初の宇宙ステーションスカイラブプを打ち上げたんです。その8年後にスペースシャトルは発表されました。今ではスペースシャトルも引退し、また新しい月の基地を作るという計画が NASA によって立ち上げているようです。UFO 研究家のリチャード・ドーラン。彼は月の裏側には基地があるのかどうか、まあそういった質問をよく受けるんだと。 確かなことはわからないけれども、可能性は否定できないとおっしゃっております。さらに、ゲイリー・マッキノンというイギリス人の男性がいて、彼はですね、なんと2001年に、アメリカの政府や、この米軍を、なんて言うんですかね、ハッキングして中を覗いたっていうんです。彼によりますと、なんとその中に、Non Terrestrial Officers, と題されたリストを見つけたっていうんです。この t e r r a s t r i a っていうのは地球のっていう意味を含んでおりまして、つまり飲んで否定してるんで、地球人ではないオフィサーズ。まあそういったリストがあったっていうんですね。地球人以外の異星人による何か働いてる人がいるみたいなことなんでしょうね。マッキノンによりますと、彼はこれらは米海軍のものではなく、 地球上のものですらないと考えているようなんですね。彼はいろいろ調べたみたいなんですね。鮮明のリストとか、その移動リストとか調べたところ、やっぱり地球からのものではない。宇宙から来たものだと確信しているそうです。さらに惑星外の宇宙船というふうに考えていて、秘密宇宙計画は比較的新しい計画だというふうにマッキノンは考えたそうです。まあ、このようなプログラム、 そして宇宙空間における秘密データ、その流れのコントロールですよね。これは何十年も前から行われていたことを示す、そういったものだと言っているんです。まあ信じられないような話なんですけれども、この秘密宇宙計画の起源は1950年代後半にあると結構な数の人が考えていて、興味深いことに1958年に NASA が設立されたものの、 ホライズン計画っていう計画があって、これは米軍。さらに、アメリカ陸軍の講演を受けていたそうです。で、これはですね、あの時代陸軍が強いんですね。軍っていうのは陸軍から始まって、船が最新鋭化されて海軍ができ、次に飛行機が最新鋭化され空軍ができるんです。今では宇宙軍まで設立しておりますけれども、 つまり1950年代後半はまだまだ陸軍が強かったと思われます。1947年に墜落した UFO、ロズウェル UFO 墜落事件。これは UFO 事件の中で最も有名な事件ですけれども、あれも調査したのはアメリカ陸軍です。アメリカ陸軍の諜報部隊ですね。その軍にはそれぞれスパイ部隊があるんですよね。海軍にも諜報部がありますし、それぞれあるので、 あのロズベル UFO 墜落事件は陸軍が先導して調査をしております。で、このホライズン計画、これはですね、アメリカ陸軍が支援して、なんと月に軍事施設を作ろうという計画だったそうです。軍事基地ですよね。これは1964年に建設に着工し、5年後に完成を目指したとされておりますけれども、まあ、その2、3年後にあまりにも危険だということで、計画は頓挫し、 中止されました。さらに、まあ、世界的に、こういった軍事施設を月にまで作るのはダメだみたいなことに、まあ、その流れになったそうです。このホライズン計画をリードしていたのが、アーサー・トルドー中将という方で、彼とそのチームによりますと、建設、そして完全装備には、当時のお金で約60億ドルの費用がかかると見積もっていたようです。 これらは当初、直ちに実行に移されたとされており、当時ペーパークリップ作戦と呼ばれる、まあ、この作戦では、ナチスドイツからたくさんの科学者をアメリカに渡らせたんですよね。その中に有名なフォンブラウン博士がおりまして、彼もこのホライズン博士、ホライズン計画に借り出された一人です。フォンブラウン博士によって、ホライズン計画の監督に任命したのが、 任命されたのはハインツ・ヘルマン・ケレという人物です。彼もまた、あの、ナチスドイツからアメリカに渡ってきた科学者なんですね。当初の計画では、これはかなり小規模なものになる予定だったそうです。まあ、全く新しい分野、新しい技術を要するわけですから、最初から大きくはできないわけですね。そのため、その基地ができても、10名程度が滞在できればいいかな、ぐらいの計画だったそうです。 科学的な面では、基地が、まあ月に作った基地ですよね。水と酸素を十分に供給できるようにすること。まあ、多くの研究をしなければいけなかったんです。さらに、水と食料は基地が完全に自給自足できるようになるまで、巨大なシャトルで無限に送り続ける計画になっていたそうです。 自然のクレーターや洞窟の中に作るのがベストではないかという考えもあったそうです。まあ、月にはたくさんのクレーター、洞窟もあるようですね。で、この計画に対する熱意があって、最初の基地建設はアームストロングが月面に降り立つ4年前の1965年にすでに始められるという資産が出されていたそうです。実はもう一つ別の宇宙計画があったという 興味深い話が残っているんです。このお話はカール・ウルフさんという方が話しているそうです。当時カール・ウルフさんはアメリカ空軍に所属し、バージニア州、ラングレー空軍基地を拠点に NASA の月面衛星計画、これを支援するプログラムに携わっていたそうです。この時、ラングレー空軍基地に保管されていた極秘写真に明らかに 月の裏側にある建物や施設が映っているのを発見しているんです。ここから導き出される答えの一つとしては、結局ホライズン計画は中止されることなく極秘裏に進められており、月の裏側にすでにその軍事施設、あるいは基地ですよね。まあ、作られているんではないかという。あるいは他の人の意見からすれば、あれは アメリカとかそういった国が作ったんではなく、異星人たちが建設した建物ではないかとか、そういった話が飛び交っているんです。あの時、ホライズン計画は中止されたのか、あるいは極秘裏に進められたのか、わからないですね。まあ、非常に興味深い話だなと思います。まあ、今回は、アメリカ陸軍が支援したとされるホライズン計画、月の計画ですね。それについて少しお話をしてみました。 もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。